ウィンクスは、オーストラリアの競争場、繁殖品場。G1 レースを25勝しており、G1 レース勝利数世界歴代1位。獲得賞金世界歴代1位。2016年、2017年世界ランキング芝、部門1位。2018年世界ランキング総合1位。2013年のマジックミリオンズゴールドコースと、 アリングセールにて23万ドルでマジックブラドスタックによって購入される。2014年6月4日にウォーウィックファーム競馬場で行われた芝千1100メートルの未勝利戦でデビューし勝利する。2戦目も勝利しこのシーズンを2002勝で終えた。シーズン初戦は重賞初挑戦となるフューリアス・ステークスに出走。これ以降のレースで 主戦騎手となるヒュー・ボーマン騎手が起乗して、2馬身3、4差で勝利する。G1 競争初挑戦で2着に敗れた、フライトステークスや重賞2勝目となる、ファーラップステークスなど6戦した後、オーストラリアンオークスに出走すると、一番人気で2着に敗れた。自走のサンシャイン・コーストギニーを勝利して挑んだ、クイーンズランドオークスで2着に3馬身半差をつけて、 G1 競争初勝利を達成したウィンクスは、この勝利をもって3歳シーズンを終えた。4歳シーズンに入って、テオマークス・ステークス、エプソム・ハンディキャップと連勝したウィンクスは、オセアニア最強馬決定戦のコックスプレートに一番人気で、出走。5歳ボバ・クライテリオンやアイルランドの3歳ボバ、ハイランド・リールなどが参戦していたが、2着のクライ、テリオンに4馬身3、4差の圧勝であった。 レース後、シーウォーラー調教師は、彼女はまさにアスリートだ。若馬の時は、まさか彼女がこのレースに出走することになるなんて、思わなかった。と述べた。3ヶ月後のアポロステークスを勝利した後、チッピングノートンステークスに出走し、一場審査で勝利した。起乗した H ボーマン機種は、今まで乗った馬の中で一番だと評価した。続くジョージライダーステークス。 ドンカスター・マイルも勝利し、このシーズンを7戦7勝で終えた。このシーズンの活躍を受けて、2015、2016、シーズンのオーストラリア年度代表馬に選出されている。また、4月時点でのワールドサラブレッドランキングでは、レーティング126でカリフォルニア・クロームと並ぶ1位となった。シーズン初戦のウォーウィック・ステークスから、ジョージ・メーン・ステークス、 コーフィールドステークスと3連勝したウィンクスは、連覇がかかったコックスプレートに出走。他にも G1 馬が複数出走していたものの、直線に入る時点で後続を突き放し、2着のハートネルに8番審査をつけて勝利した。このレースの後、2016年のワールドサラブレッド、ランキングにおいて、レーティング132で3位となった。全シーズン同様に、 アポロステークスから始動し、これ勝利すると、チッピングノートンステークスに向かった。シーウォーラー調教師が、出走取り消しも考えるような不良馬場であったが、2馬審査で、解消し、連覇となった。続くジョージライダーステークスも2着に7馬身1、4差を、つけて連覇すると、賞金総額400万オーストラリアドルの、クイーンエリザベスステークスに出走した。2着に5馬身1、 4差をつける圧勝であったが、プレッシャーが少ないレースだったことから、これが、ウィンクスのベストパフォーマンスではないと、H ・ボーマン・キッシュは述べた。8戦8勝でこのシーズンを終えたウィンクスは、2年連続で、オーストラリア年度代表馬に選出された。シーズン初戦のウォーウィックステークスは大きく出遅れて、ゴール前で差し切る頭差の勝利となった。続くチェルムス・フォードステークスは出遅れなかったが、 道中でペースを上げて、直線でも、後続を離していた逃げ馬を差し切るまでに時間がかかり、キサは一場審査に止まった。その後、ジョージメインステークスを連覇し、タンブルステークスも勝利すると、キングストンタウン以来史上2頭目の3連覇を目指して、コックスプレートに参戦した。前年とは異なり、2着のヒュミドールが粘ったため、ハンバー審査の勝利ではあったが、トラックレコードを叩き出して、 コックスプレート3連覇を達成した。例年通り、始導戦はアポロステークスを予定していたが、暗状の H ボーマン機種が、機乗停止になっていたことを受けて、チッピングノートンステークスに変更となった。このレースを7場審査で勝利したことで、G1 競争16勝目となり、ブラックキャビアの持つ合衆最多 G1、競争勝利数を更新した。 自走のジョージ・ライダーステークスも勝利し、同レース3連覇を達成するとともに、G1 競争17勝目となり、ジョン・ヘンリーの持っていた国際 G1 競争勝利数の最多記録を更新した。この後は、ロイヤル・アスコット開催のレースへの海外遠征も検討されていたが、輸送と検益のストレスを避けるため、前年同様クイーン・エリザベス・ステークスに出走した。日本から移籍した。 アンビシャスなどが出走していたが、ウィンクスは、最後肩追走から徐々に進出し、2着のゲイロショップに3馬バシン、3、4差をつけて完勝した。これにより、2015年のサンシャインコーストギニーから25連勝となり、ブラックキャビアと並ぶ連勝記録となった。シーズン初戦は、ウィンクスステークスで始動。いつも通りのレース運びで大外から差し切り、 ブラックキャビアを超える26連勝で、号州連勝記録を更新、前身の OX ステークスを含む3連覇を達成し、G1 勝利数は19となった。続くジョージメインステークスも2着に4馬審査をつける、圧勝で3連覇を達成し、G1 勝利数を再び更新した。次走のターンブルステークスは、金層と異なり、大外を通らず、 バ群ンを裁きながら差し切って、連覇達成となった。記録更新を続けていたウィンクスは、新たな記録である、史上初の4連覇を目指して、コックスプレートに出走した。同年のドバイターフなど、G1 を複数勝利していた、ベンバトル、同年のアイリッシュダービーに着馬ロストロポービッチなど、強力なライバルが揃ったが、ウィンクスは、この2頭をマークする形で、中段が目を追走し、 直線では、ベンバトルを早々と交わし、これに2し審査をつけて鑑賞した。その後12月に、シーズン末の4月をもっての現役引退が発表された。2019年は、アポロステークスから始動し、チッピングノートンステークスを挟み、ラストランとなるクイーンエリザベスステークスの参戦を使うことが明らかになった。 2019年初戦となったアポロステークスは8頭立てのうち6頭が同じウォーラー級者の所属場というメンバー構成の中最後の直線ややうげなく抜け出し解消30連勝の快挙を成し遂げた続くチッピングノートンステークスでも勝利ジョージライダーステークスも楽勝さらに連勝を32へと伸ばしたラストランとなったクイーンエリザベスステークスに勝利し 獲得賞金でアロゲートを抜き世界歴代1位となった以下の情報はレーシングポストの情報に基づくありがとうございます。